あと1分で始めます。30秒じゃあ8分ちょうどまた教えてください、はい。それ15秒前。15秒前。2、1、8分です。NA1SS、NA1SS、こちらは JA6YAV、JA6YAV、入管ありますか？NA1SS、NA1SS、こちらは JA6YAV、JA6YAV、入管ありますか？チーフ船出てきた。捕捉開始。NA1SS、こちらは JA6YAV、入管ありますか？来た来た来た。NA1SS、こちらは JA6YAV、JA6YAV。キャリアを確認できます。キャリア確認できます。もうしばらくお待ちください。NA1SS、こちらは JA6YAV、取れますか、どうぞ。はい、取れます。ありがとうございます。どうぞ。あ、こんばんは。どうぞ。はい、了解です。JA1SS、JA6YAV です。どうもこんばんは、藤井さん。今日はありがとうございます。今日はね、貴重な機会をいただきましてありがとうございます。こちらの方にはよく入ってます。号泣で入ってます。この後一度、マイクの方をお渡しして、その後生徒さんに代わりたいと思います。よろしくお願いいたします。どうぞ。はい、よろしくお願いします。いろいろありがとうございます。どうぞ。はじめまして。福岡県の西南学院高校3年の栗崎真央です。今日はこのような貴重な機会を作っていただき本当にありがとうございます。それでは質問します。私は今宇宙開発にすごく興味があって、大学でも宇宙工学を学びたいと思っているので、今日は今後の宇宙開発、宇宙産業というテーマでお話しできたらと考えています。まずは星出宇宙飛行士が ISS に滞在していて感じる現在の宇宙開発の改善点や、あったらいいなと感じる技術や、今後の宇宙開発に期待していることなどがあれば教えてください。どうぞ。はい、栗崎さん、こんにちは。この間はお話できなくて残念でしたけども、いろんな方々が、サポートしてくださって、今日こういう機会を、またもらえたっていうのはすごく嬉しいです。お話しできて嬉しいです。今日ちょうどこれから宇宙ステーションが福岡上空を、通りますので、もし外だったら真上を見てもらえると通ってるのが見えるかなと思います。ご質問ですけど、宇宙工学を、専攻したいと思われているということで、今ね、勉強の方も大変だと思いますけども、受験受けて頑張ってほしいと思います。そうですね、国際宇宙ステーションに乗ってて思うのは、もう生活というのは普通にできるし、いろんなこう、なんだろう、宇宙での活動については、それなりのことはもう十分できるようになってきたなと思ってます。で今回我々生活、活動する中でやっぱりいろんなアップグレードをしていて、例えばコンピューターのシステムだとか、インターネットの回線もついこの間、工事して配線をし直して、より速いインターネットに変えたりっていうのをしましたけれども、そういう形で徐々に、良くなっていってるのかなと思いますね。生活の面で言えば、例えばやっぱりお風呂に入れないとか、そういったことは不便ですけども、やっぱり水っていうのはすごく、液体っていうのはすごく扱いが難しくて、それは例えば冷却系に使う流体であっても、お風呂の水であってもやっぱり扱いが難しくて、この辺りはまだまだいろいろ研究して、よりいいものができるようになっていかないといけないのかなというふうに思ってます。ただ宇宙工学っていろんな分野にまたがるので、本当に栗崎さんが興味のある分野に
重点を置いて、勉強されるといいかなというふうに思います。どうぞ。ありがとうございます。次の質問です。星出宇宙飛行士が宇宙に行くことで変わった価値観を教えてください。どうぞ。はい、ありがとうございます。そうですね、宇宙来て、地球を見るというよりもその宇宙を見ていて、宇宙の真っ暗な闇の中でポツンと残されたらもう生きていけないなと感じて、眼下にある、真下にある地球をふっと見て、ものすごく暖かさを感じました。やっぱり人間は宇宙に進出していくものだというふうに確信はしてるんですけれども、そうは言っても地球がなかったら生きていけないんだなっていうのをこう実感として、頭ではなくて実感として感じた瞬間だったと思います。でそれは今でも感じていることで、やっぱり地球の大切さっていうのはそういった形で感じることができました。そこが一番大きな、価値観の変化っていうところまでではないかもしれないですけども、印象というか、強く印象に残ったことでした。どうぞ。ありがとうございます。今その民間の方々もどんどん宇宙に行っているのをニュースとかでも見るんですけど、そういったふうに宇宙に行くことで地球の大切さを感じたりとかするとおっしゃってましたけど、この民間の方が宇宙に行くことが一般的になっていくと、社会はどういうふうにいい方向に変わっていくと考えられてますか？どうぞ。はい、ありがとうございます。実は今この国際宇宙ステーションにもロシア の, 民間の、女優さんとプロデューサー兼カメラマンの方が滞在していて、本当に民間の方が、4ヶ月ぐらい訓練を受けたということですけども、そういう形で宇宙ステーションに滞在しています。で、彼らだけではなくて、12月には日本人の、前澤さんとかも、来られるということもありますし、この間民間人だけで、スペース X 社のクルードラゴンに乗って3日間の宇宙旅行をしたということもありました。なのでどんどんこういう人たちが、宇宙に行っていくと、こう我々職業で仕事で宇宙に来ている 人間だけではなくて、そういう新しい価値観が生まれてくるんじゃないかな、いろんなアイデアも生まれてくるし、そして彼らも同じように地球を見ることによって国境がないなとか、その本当に大気の層が薄いなっていうのを感じてもらうことによって、改めて地球の大切さを共有できるんじゃないかなというふうに思います。だからより多くの方に来てもらって、そういった意識を共有することが、ひいては、地球の環境を守るとか、平和とか、そういったところにこう、貢献していくんじゃないかなというふうに思ってます。どうぞ。ありがとうございます。貴重なお話どうもありがとうございます。あっという間に、時間が過ぎて、そろそろ終わりの時間になってまいりましたけれども、次の質問を最後にしたいと思いますので、星出さんよろしくお願いいたします。生徒さんと変わります。はい、最後に、星出宇宙飛行士が宇宙飛行士として今の10代や20代といった若い世代に期待していることを教えてください。どうぞ。はい、ありがとうございます。そうですね、今ね、コロナですごくもう世界中大変な状況ですけども、少しずつですけども、光が見えてきたのかなと。感染者も、減ってきて、ワクチンにしろ治療薬にしろ、少しずつですけども先が見えてきてるんじゃないかなというふうに思ってます。で、大変な時期ですけども、いろんなことにね、やっぱり壁っていうのはあって、僕も宇宙飛行士になるのに3回受験してようやくなれたっていうのもありますし、高校時代は勉強とかスポーツとか恋愛とかいろんな壁に立ち当たりましたけども、そういった壁を乗り越えていく、チャレンジしていく姿勢っていうのが大切なんじゃないかなというふうに思います。なので、本当に、次の世代は未来を作っていく世代ですから、栗崎さんはじめね、皆さん、いろんなことにチャレンジして、壁にぶつかっても、そこで諦めずにもう一歩進んでほしいなと、足を踏み出してほしいなというふうに思います。どうぞ。
はい、今日はどうも星出さんありがとうございました。プライベートの時間を使っていただいて本当にありがとうございます。まあ、今日お話を受け止めてですね、将来を考える貴重な機会に、ね、生徒さんだったと思います。また今回企画しましたスクールコンタクト実行委員会、それから学校同窓会関係者、含めまして、星出さんのご声に、心より感謝申し上げます。また由井宇宙飛行士、それから JAXA の皆さんにも非常にお世話になりました。重ねて御礼申し上げます。どうも本日はありがとうございました。これがこちらからの最後の送信であります。どうぞ。本当にありがとうございました。また地球で、お会いできたら嬉しいと思います。またよろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、ちょうど10分だ。はい、お疲れ様でした。それではまたね。よかったよかった。よかったよ。うん。